ブラックピンクが K-POP ガールズグループ最大規模のワールドツアーを実施している中、オーストラリアをピンク色に染めファンを熱狂させました。ブラックピンクは6月16日、17日の2日間、オーストラリア最大のアリーナとなるシドニーのクドスバンクアリーナで、ブラックピンクワールドツアー、ボーンピンク、シドニー、を開催。2019年以来約4年ぶりとなり、現地のファンの歓迎を受けました。 今回のオーストラリア公演は、初のワールドツアー、イン・ユア・エリアに比べて倍となる規模で開催され、10日、11日のメルボルンに続き、シドニーも含む計4回公演が完売。約5万人を動員しブラックピンクのグローバルでの人気をオーストラリアでも証明することとなりました。ライブレポート、熱い歓声と共に登場したブラックピンクは、How You Like That、Pretty Savage、 ホイッスル、でオープニングを飾った。ラブシックガールズ、キルディスラブ、キンクベナム、などメガヒット曲、ジソー、ジェニエ、ローゼ、LISA のそれぞれの魅力が溢れるソロパフォーマンスで会場は歓喜に包まれた。パーフェクトな演出が加わり、没入感を一層引き上げる。照明や特効、ホブなど華麗な特殊効果が適材適所に活用されて見る楽しさを増し、 メンバーたちは花道で突出したステージとリフトを自由自在に行き来しながら彩り豊かなライブを行った。オーストラリアは幼年期をメルボルンで過ごしたというメンバーのローゼと縁が深い。現地のファンたちはいつにも増して熱い歓声とピンク色のペンライトの波で公演会場を埋め尽くし、メンバーたちはこれに応えるようにアンコールまで白熱した観客たちと熱いライブが繰り広げられた。 ブラックピンクは約150万人を動員する K-POP ガールズグループ最大規模のワールドツアー、ブラックピンクワールドツアー、ボーンピンクを行っている最中だが、オーストラリア公演を圧倒的な人気で終え、ツアー後半に入った。彼女たちはパリに場所を移し、再びフランスのファンを盛り上げるベクライブを行う。7月にはイギリスの音楽フェスティバル、ハイドパークブリティッシュサマータイムフェスティバル、 2 k p o p アーティスト初のヘッドライナーとして出演する。